日本について都道府県。1603年にこの人が政治をします。徳川家康です。次に侍です。日本人は武士と言います。武士の中でお米をたくさん持っている武士を大名と言います。徳川家康は大名に土地をあげます。大名が管理する土地を藩と言います。時代は1873年、武士の時代が終わり、新しい政府ができました。新しい政府を明治政府と言います。明治政府は大名の土地である藩をやめて、政府の土地にすると言いました。政府の土地を県と言います。このように藩をなくして県にすることを廃藩置県と言います。昔は203県ありましたが、今は43県になりました。大阪、京都は人口や建物などがとてもすごかったので、県ではなく府にしました。大阪府と京都府です。東京は首都になったので、東京都になりました。次は北海道です。昔は北海道は日本ではありませんでした。日本人から見たら蝦夷地という場所でした。しかしロシアが北から日本の方に来ていました。昔の政府はこのままでは日本が危ないと思い、蝦夷地は日本のものですと言いました。日本のものになった蝦夷地の名前を変えました。北の海にある広い場所と書いて北海道にすることに決めました。これで都道府県の完成です。一都一道二府43県です。それでは最後に今の都道府県を見ていきましょう。北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、新潟県、富山県、長野県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、石川県、福井県、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県、大阪府、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県。終わり。